私、姫様に応援していただけていたなんて全然気づかずに。リクさん。あら、報告した途端、早速人前でのイチャイチャは解禁？姫様何を！冗談冗談。何はともあれ、二人ともおめでとう。幸せになりなさい。はい、姫様、ありがとうございます。リクも頑張りなさいよ。スネーブ国としては、あなたの子種はいつでも待ってるから。ああ、それは、そのうち。もちろん、相手は私でもいいのよ。姫様オリエも頑張りなさい。